はい、どうも、水無月でございます。水無月の日本探訪記、今日も更新してまいります。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、12月2日ね、あと今年も残すところわずかでございます。まあね、まあなんか毎日こんなこと言っておりますが、まあというね、毎日更新しているというね、いつまでネタが続くのやらと。まあネタがね、続く限りはちょっとやっていきたいなと思っておる次第でございます。はい、この、私のこのね、今更新している皆さんが聞いていただいているこの水無月の日本探訪記というチャンネルはですね、私が、日本各地を旅行しまして、そのね、感じたいいところ、珍しいもの、そしてね、こんなところ日本にあったんだっていうね、そういうところをお伝えしたいなというチャンネルでございます。特に今日なんて、今日の取り上げるような話は、まあなかなかもう普通の市街地でね、ああこんなことがあったんだねと、こんな歴史があったんだねというね、日常に埋もれている面白い話というか、まあ実はこういう珍しいところだったんだよっていうようなね、そういう風な紹介になると思います。この話がね、いいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をしていただけると私の励みになりますので、どうかよろしくお願いいたします。水無月の日本探訪記、それでは更新してまいります。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。はい、でですね、今日お伝えする田中城跡で、場所はですね、静岡県でございます。静岡県の、これは焼津、西焼津とか焼津とかね、まあ藤枝ですね、にあたる、お城でございます。まあ城跡ですね。で、まあ近くにはね、有名な蓬莱橋、木造でね、有名な蓬莱橋というね、橋があるんですけど、まあたまにこの大井川が増水するとね、流されてしまうというね、ところなので、まあ夜とかね、行ってみるとライトアップされて綺麗なところでございます。そしてね、その南に静岡空港がね、できまして、まあそんなものがあります。で、静岡行った時にはね、必ず行ってほしいのが、爽やか。ね、爽やかというね、ステーキハウスがあるんですね。これがうまくてね、僕ね、大好きなんですけど、まあ最近ちょっとね、行ってないんですけどね、ぜひともね、静岡行った際には、爽やか行ってみてください。で、今日のね、この田中城なんですけど、もう先に何が面白いか言っちゃいます。このね、円形の城跡なんですね。この円を描いたお城っていうのはなかなか珍しくてですね、しかもその町割りが、こうやってね、見てわかる通り、残ってるんですよね。そう。わざわざこの幹線道路も避けてる感じで、同心営所にね、城の縄張りが残ってるというのが非常に珍しいところでございます。なので今日はね、ちょっとこの写真、まあ写真だって申し訳ないんですけどね、写真を見ながらね、ちょっと、まあ見ていきたいなというところですね。はい。で、こちらがですね、その、当時の町割りというか、当時の、この、縄張りですね。まあ、これはちょっとね、先ほどの地図が、ちょっと、ね、方角がね、斜めってますけど、まあ、こんな感じでなってます。なんで、先ほどね、画像と比較してみると、まあ、形がだいぶ一緒じゃないですか。この画面の左側がちょうど南に値するので、なんでこんなね、してるのかってちょっとね、北を上にしてくれればよかったんですけどね、ここでね、まあちょっと残念な感じですけど、はい。はい、そんな感じでね、本丸を中心に堀があって、そこを、1の丸、2の丸が、まあ囲ってると。いう先ほどのね、見た感じと全く同じ町割りがそのまま残ってるというのが、まあ珍しいところでございますね。はい。
で、まあ、ここからはね、ちょっと写真を見ながらね、お話を聞いてていただきたいなと思うんですが、この、田中城というところはですね、もともと歴史をお話しさせていただくと、もともとは今川系の、今川氏のお城でございましたと。はい。で、今川が、武田と戦争をしましたと。戦をしました。で、武田信玄が攻めてきた時に、武田の手勢である、馬場、美濃の神という方がですね、まあ、一応、城を勝つんですね。で、馬場美濃の神が、この田中城を改築しますと。で、改築した結果、今のような形になりました。まあ、珍しいですよね。当時、やっぱ山城。山とかね、この川とか谷とかね、そういうのを利用した、お城になるのが多いんですけど、こういうね、この、円形の、平地の円形の城というのはね、まあ、実は非常に珍しい、この時期にしてみれば。というのはなんでかっていうと、この、自然を、ね、利用すれば、その兵力はそんなにいらないんですね。要は断崖絶壁を背中にすれば正面を守ってればいいだけなので、そんなに兵士をたくさん設けないで済むんですよ。要は守る側の攻める側も指向性が生まれるので、守りやすい攻めやすいというのが山城とかね、そういうところの特徴なんですね。で、このこういう風なね、平地でまあじゃあ城を建てるというと、やっぱりこういうね、このだいたい四角になるんですよ。お城って。ね、村とかもそうなんですけど、四角い村になるんですけど、ここはその逆にね、珍しく円形なんですね。はい。なので、円形で、この、なんだろう、活かせる戦い方って、おそらく、鉄砲を、主体とした防衛施設なんじゃないかなと。いうのが、ちょっと私のね、見立てではあるんですよ。1570年でしたっけ、鉄砲伝来したのって。で、ちょうど、結構早い段階で、武田方も、鉄砲を入手しておりまして、武装はしてるはずなんですね。なので、平地であり、この平地を生かした戦い方ですね。土塁作って、堀作って、っていう戦い方をすると、直線的な戦い方ができるので、弓矢ではなく、まあ、弓矢だと高低差をね、使って、曲射とかね、逆に角張るんですよね。はい。なので、まあ、なかなかそういうね、地形を生かした、武器を生かした戦い方を想定した城なのかな、というのが、まあ、私のね、見てるところではありますと。で、実際ね、ここに行ってみると面白いんですけど、まあ、この写真見ててもわかるんですけど、道がやっぱ曲がってるじゃないですか。はい。で、この曲がりくねった道を歩いてると、今自分がどこにいるのかが、全く分かんなくなるんですね。この写真見て分かる通り、空今曇ってるんですよ。明かりがないので、要は太陽が出てないので、太陽が出てないと東西南北がよく分からなくなると。で、目印になるものもなく、曲がり角もないので、今自分がね、どこにいるかが正直分からなくなるっていうね、非常に珍しい、自然のトラップというか、行ってみるだけで、中に入ってみるだけで、この、平行感覚というかね、どっちに、自分どっから来たんだっけって分からなくなるような、そんな作りになってるんですね。で、この手のそういう風なトラップ、視覚的なトラップや何やらっていうのは、この、当時のね、城跡っていうのはものすごくたくさんありまして、特に、まあ、これ今、武田方のね、城を見てるんですけど、北条のね、北条氏康とかの北条方のお城っていうのは、結構この、城にね、細工するのが好きな人たちで、堀もわざわざ段差をたくさん設けたりとか、すぐにはね、出れなくするような作りになってたり、目の錯覚をするようなね、進めは進むほど道が細くなっていくように錯覚するような、
作りになってたりね、するので、非常にこの、なんだろう、この街割りというか、道一つにしてみても、非常に奥深い作りになってたりもするんですよね。というのを、まあ、現地でね、私は体験してきたというところで、まあ、面白い体験をね、したので、この田中城を紹介させていただきました。で、さらに時が進んで、次に田中城が出てくるのは何かというと、徳川家康のお話になります。徳川家康って、まあ、死因というか死んだ原因っていうのはいくつかあって、その中の一つに、タイの天ぷらに当たったというね、そんな話もあるんですよ。まあ、実際はね、タイの天ぷら食って当たって体調を崩した、まあ、数ヶ月後に亡くなってるので、直接の原因ではないんですけど、そのタイの天ぷらに当たったのが、この田中城で、地層された、タイの天ぷらに当たったというね、いう、まあ、なかなか、面白いというか、まあ、家康にしてみれば、たまったもんじゃないんですけど、そういうふうなね、話もね、この、田中城にはございますと。まあ、明日の更新でやろうかなと思ってるんですけど、この田中城の、この、まあ、ちょっと武家屋敷みたいなのがね、残ってるんでね、まあ、そこの時に、まあ、ちょっと話もまたね、しようかなと。徳川家康についての話はそこでしようかなと思っております。まあ、こんな感じでね、まあ、道もあり、川もあり、で、まあ、周りくねってるんでね、おそらくこれ住んでる人、結構暮らすの大変なんじゃないかなって。真ん中に小学校があるんでね、結構その、ね、子供が出てくるとか、周りくねってるんで、運転はすごい気をつけないとね、結構危ないところなんじゃないかなってね、そんな感じのところでございました。まあ、こんな感じでね、普通に市街地になってしまってるけど、面白い街割りの街っていうのはね、結構あるんですよ。三重の方の松坂なんて、直線が逆にないとかね、曲がりくねてたり、なんか凹んでたりするんですね。こんなね、そういうのを含めてね、紹介していきたいなと思います。それでは。はい、いかがだったでしょうか。ね、今世間の皆様はね、現存天守閣とか天守も見た目のあるものがね、非常に楽しいという時代になっておりますが、こういうね、この普段何気ない日常に溶け込んでる歴史の遺構ですとか、こういう風な観点でね、物事を見ていくと、まあ実はね、面白い何かが、面白い気づきというかね、別の視点で物事が見れるのかなという一つの例を紹介させていただいた次第でございました。はい。なんでね、さっきも松坂の話もちょっとだけ触れましたけど、今我々の住んでるところっていうのが一体どういう経緯で成り立ったのかというのに関して一度ね、目を向けてみるのも面白いかもしれません。水無月の日本探訪記、今日はこちらで失礼いたします。それでは。